チャチャが動いてる。チャチャ。チャチャ大きくなったな。ビールいただいていいの？ありがとう。この女子会に乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。すごいな。すごいな。何時から？どれが食べる？迷うな。早速これいくっていう。あ、美味しい。美味しい。買った。うん。美味しい。ありがとう。おいしい。おいしいな。なんかこれ直箸？あ、いいよいいよ。失礼します。この染み込み具合ってどうやって出るの？一晩つけてもそんな染み込みない。たら太って。やっぱ楽しいやん、結婚式って。なんかやっぱみんな幸せそうな顔して見てくれてるし。いや、それなんか友達に恵まれてるというかあると思う。いや、みんなもうおつやみたいな顔しとったらどうしようってめっちゃ考えるもん。そんなわけないわ。必要もんなさ。あっという間になんかもしれへん。え、そんなことある？同じとこ来てる。ティージはもうちょっとこっちに来てる。やった。かもしれへんな。大人になってからやった。来たくない。あ、それ一緒のベッドに寝てんの？うん、一緒の布団。いつも生活スタイルどんな感じなの？今日は YouTube を見ながら入りますって言って入ってる。あ、そうなんや。宣言して。可愛い宣言して。でも朝食べへん体質とか羨ましい。そうやな。食パン今日俺焼くわみたいな感じのアクションはあんませえへんから基地に入りにくいのもあるかもしれないけど。あ、なるほど。カッコつけられる方がいい。弱みとかも見せてくれる。ちょっと家でなんか決められてても困るな。そうな、鏡見る頻度ってやっぱケンケンは多いん？ケンケンは今日何してた？ケンケンは家で飲んだりしてんの？いいですか？すいません。お水飲みながら飲んだら永遠に飲める。お、すごい。どれぐらいの頻度で会ってんの？最近毎日やで。あ、行ってるんだね。大阪に2人 C か D っていうな。 C って意外とちっちゃいよな。でも男の人って絶対さ履き違えてる。絶対ギャップがある。なんかズレがありそうやね。男の人の H カップと実際の H カップとかだって F カップの人のやつ見たとしたらさ大体すごいやろ。じゃあこうやってさ誘導尋問いつも誘導尋問俺はもう選手そんな有名な男の勘違い。男の D ぐらいがちょうどいいかな。ってことは実際は F ぐらいないとあかんってこと。そうそう。おっぱい監視して今度音声やめなさいそういうこと言う。言わんでよろしいそういうこと。眠そう。足揃えて可愛いな。あ、いやいやいや。悩みあるんかなこういう猫ちゃんって。それなりの悩みはあるんかな。あるかもしれない。猫なりに。お腹。謝らなあかんこと。え、何？いや、年もネタなんやけど。年もネタ？漏らした？え、ちゃちゃ。ね。はいよ、置いといて。すいません、なんか。明日休みだから大丈夫。お邪魔しました。また来て家にも。寒いところありがとう。いやいや、こちらこそすごいありがとう。幸せそうやって。幸せそうにしてたな。すごいゆっくりして明日はちょっと明日ヨドバシ行ってくるわ。そこのフィルム買いたいと思っててちょっと横から見られても見えにくいやつ。それを見られたらやばいサイトにアクセスいつもしてるからそういう